なんか集まりそう？あ、俺入れたらいける？うん、かも。多くない？人。いや、多くない。え？竹林。良平。良平。犬の人もいるやん。健康一滴、それでぴったりよ。え？嘘。あ、もしかして VDK のこと言ってる？そう。VDK は手を挙げていない。あ、てかあれやってるじゃん。ホグワーツね。そう。ハリー・ポッター見たことある？あ、うん、もうあるよ。小説も3冊読んだ。ガチ？嘘つ。は？ふざけんな。死ねかす。アホ死ね。嘘つ。え、子供の頃に読んだの？そうだよ。3、アズカバンの囚人まで見た。アズカバン。俺マジで一個も映画すら見たことないわ。映画は2つ見た。秘密の部屋と、違う、賢者の石と秘密の部屋。やるの？このゲーム。いやー、今んとこ全く興味ないけど。やっぱハリーポッター好きな人多いもんね。そうなの？え、そうじゃない？ハリーポッター好きより、うん、なんだっけ、もう一個、ついよ、ロードオブザリングね。そう、そっち好きの方が多いイメージある。そうかな。俺周りでロードオブザリング好きな人見たことないわ。マジで？俺ロードオブザリング好きな人しか見たことないわ。俺ロードオブザリング派ではあるけど、うん、え、俺ハリーポッターの方が多いと思うけどな。インターネット民というか周りの会話であんまりハリーポッター俺好きだわみたいな人いない。なんかスネイプ先生が脱足さんの声に似てるとか、ね、なんかマルフォイがどうだとか言ってるなんか浅いバカしかいないイメージある。言うね。うん、脱足さんなんならちょっとあれだよね、その役者さんにも似てない？まあやっぱ声が似てると顔も寄ってくるんだよ。収束する。多分髪型そういう感じだったらすごいぽい気するけどな。まあ実際最近打足さん髪の毛短いけど、昔ちょっとああいう感じだったしな。ちょっと長かったし、長髪気味だったし。似合いそう、実際。似合うよ。雰囲気がやっぱりある。まあでも打足さんの方が先だった可能性あるからな。スネイプ先生の方が寄ってる可能性すらある。映像化される前からそうだったわけだもんね。可能性はある。